皆さんこんにちは、スタジオ効果チャンネルです。ちょっといつもと違う方がいらっしゃいますけれども、旦那です。違います。お父さんです。若いお父さん、こんにちは。来てみましたよ。さあ、どなたが今日は来ていただいたでしょうか。スペシャルゲスト第3弾なんだけど、お二人目ですね。はい、こちらのオカリナ鳥さんです。足がね長いけど、自己紹介をお願いします。はい、スタジオフィアートの平野と申します。平野健太さんです。初めまして。なんて紹介したらいいんだろうか。なんだろう。とても長い間お世話になっております。まあ、フィアート時代、山梨時代に、ずっとマネージャーをしていただいておりましたし、 その前から、まあいいや、とにかくずっとお世話になっている平野さんでございます。今は我が師匠大沢聡さんの会社ですね、スタジオフィアートの東京支店インチバ。レイランド方式インチバの東京支店で、そうなんです、オカリナを全国の皆様にお届けされています。フォーカリンクのオカリナ全部平野さんが検品して、そして私の壊れた楽器もずっと修理してくださっていました。そんなわけで今日はさつきの楽器大丈夫、綺麗ということで汚い来てみました。はい。というのも平野さんはですね、全国でオカリナフェアというのが楽器店のね、イベントであるんですが、その時にオカリナ点検会をね、いつもされていて、実は昨日も福岡の某こちらでちょっとこちらではい、お仕事をされてて、はい、でそのまま我が家に今日来ていただいたんですが、山梨に行ってる時はね、山梨に行くたびにちょっと楽器の調子悪いんですっていうのを平野さんに相談して、中をねメンテしていただいてたんですが、もう2年以上山梨に行けてないので、まあ俺も行ってないけど、まあそうかそうか。そうですよね。俺も山梨行ってないけど、あ、そうか、インチバですとね。そう今リモートでね、みんなね仕事されてますけど、なので抜き打ち私の楽器のチェックチェック点検会をしていただきたいと思います。怖い、これちょっとモザイクかけなきゃいけなかったですね。まあ、モザイクはね、カメラの人がやってくれる。後でこう、はい、なんとこうしたいと思いますが、こうやったりしながら、はい、どういうのを使ってされるんですか。そうです、普段はこう書いてないんですけど、はい、ウェットティッシュと、ウェットティッシュと、よく YouTuber がやるやつ、あるかなみたいな、ね、ちょっとねテーパーになってる、まあ棒ですね、ヤスリですね、ヤスリがついてる金属の、そうですね、っていうのを使ってちょっとやっていきます。はい。まあでもちょっとこれはねえねえ出ちゃった。ますね。ます、うん。ちなみに今、なんか演奏に影響が出てるのはありますか？ありますね。1巻目の最高音と3巻目が。これ。うん。うん、結構。だって汚れてるもん。映るのかな？これにしよう。これやってみましょう。どうでしょうか。これね。音に影響が出るのは、こっから空気が入って、ここの音が出るところに、まっすぐ、本当は空気が行ってほしいのに、中に汚れがあると、あ、ちょっと、まっすぐ行かないってなると、音に影響が出ます。なので、ちょっとここの中を、クリーニングしてみます。はい。こんな感じで、即綺麗。でも、良い子を真似しないでくださいね。中に詰まって取れなくなると、大変ですから。そう。昔ね、生徒さんで爪楊枝で掃除しようとしたら爪楊枝が中で折れて取れなくなった人いた。どうしたんだっけな。いるよね。あ、でも平野さんに見てもらったら、もうこれはどうしようもありませんって言われて、その人は買い直してましたね。なんか割れちゃったりするとね、どうしても。皆さん爪楊枝は中に入れないようにしましょう。なんかもうすでに黒い塊がある。で、
あ、汚い。汚い。モザイク、モザイク、モザイク。汚い、汚い、汚い。でも、これやってあげると、多分、スコンと気持ちよく抜けるはず。わあ。音が。素晴らしい。うまくなるはず。やった。やった。最近ちょっと下手くそだから。汚れがつくと結局、中が結露しやすくなってくるから、その汚れがついた、で、陶器なんで吸うはずの水滴を吸い込んでくれなくなる。そうすると、どうしても結露して音、うん、あれ？あれ？急に出ないとか、そういう感じ。なんか急に出なくなったっていうこと多いですよね。いやー、汚い。ああ、汚い。笑うしかない。自分でほとんど何もしてないもんね、この。プロの人でもね、みんなコンサートに行って、その時に現場で。ちょっととりあえず見るから。預かって、パパッとやってみたりとか。ねえ。お店でこうやってやってる時に、真剣にみんなこうやって。見慣れますもんね。すっごいプレッシャーなんですよ。しかもね、こうやって今回、プロの奏者の方に楽器を点検するって結構、こう、プレッシャーなんですよ。あらあらあら。結構生徒さんでもね、こうレッスンの時に吹いてて時々音が出なくなるんですっていうことあって、で技術の問題の時はいいんですよ。お伝えできるから。でも、あ、これ楽器のせいだねっていう時は、その症状って常に出るわけじゃなくて、なんか、あるタイミングで出るじゃないですか。吹き続けてて、その結露した時とか。だからね、言えない時があるんですよね。まあ、私は、あ、それはね、だから、楽器のスペシャリストがいるからね、その人にね、掃除してもらったらいいよって言えるけど、多分、それを知らない人は全国にいっぱいいると思う。いやでもこれで今まで吹けてたなら今からもっと上手くなるかもしれない。そう、そう、よかった。よかったよかった。なんか思って、うわー、ね、まあでも、まだマシ、まだマシ。中まで真っ黒の人もいるから、うんうんうん、いますね。自分の楽器をこうぜひ、ちょっと覗いてみてください。見る癖つけるといいですよね。こうやって吹き口をこうやって見て、うん、そうね。あ、でも汚れもあるけど結構ピンクい塊ついてる人いません？ 口紅そう、そうそうそう、ね、なんか覗いた時にね、中に口紅ついてるねみたいな。やっぱりね、口紅とかやっぱつけない方がいいよね。私持ってないですもんね。一本も持ってない。あとね、トリプルだと滑りが良くなるように、そうそうそう、リップも結構中に入るよね、うん、やっぱ油脂がね、油脂な感じしますよね、うん、でなんだこの塊っていうやつも来る、いいんじゃないかな。綺麗になったそうです。他になってこうパカッて開けばいいんだけど、そうそう、開かないんで、あとは手の感覚だけでここ、あ、これ、ゴミとかいう感じで実はやってます。なんか適当にやってる感じに見えますが、適当ではあります。そうね、ただ思うのに実は結構繊細にこう、わー、わー、向こう側が見えるようになった、うん、綺麗になってると思う。めちゃくちゃ綺麗になった。よかったです。ありがとうございます。はい、ということで私のメインの子たち、特にこのバスシーちゃん、これはだいぶ復活したね。カメラの人が、はい、大変復活しました。もうちょっと正直寿命かなって思ってたところはあったんですけど、汚れも原因に大いにあったようでございます。ありがとうございます。もうちょっとこの子と一緒に頑張れそうです。汚れが。ああ、はい。なかったことに。なかったことにね。じゃあ、そうやって汚れで困ったときは、どうしたらいいんでしょうか。こちらまで。あ、こちらまで。こちらまで。なんか、症状が出てる、ね、出てる人は、やっぱり、どうしても、なんか、
もともとの最初の楽器よりなんかちょっとおかしいかもっていう人は送っていただいて症状を言っていただいて、まあクリーニングちょっとやってみる、まあ、あとは自分でとりあえずこのね白い楽器だったらこう覗いて、白い楽器はあの黒かったら汚れです、間違いなくですね、だって白いんだもん、もともとまあご相談いただければはいと思います、思います、はい、これこの人なんじゃないか、そういうこと、これさつきおばりななんじゃないか、そういうことかもしれない、あこれなんかはい出てきたみたいなはい、ということで今日はスタジオフェアアートの平野啓太さんにお越しいただいて、はい、私の楽器を蘇らせていただきました、他の楽器たちも綺麗にはしていただきましたが、ちょっとこの子があまりに重症すぎたので、はい、これの動画がはい、この子メインこうしながらやってくれると思います、はい、見ていただきました、またの機会を楽しみに、そうね、はい、次いつ次いつだろう、まあ、もう何年と開かないうちに、半年後ぐらいかな。お願いしたいと思います。はい、よかったです。はい、ありがとうございました。それでは、また、バイバーイ。バイバーイ。